はいどうもー、ぼっち系 YouTuber のポールンです。ごめんなさいね、ぼたくの皆さん。はい、というわけでね、あの、今回なんですけど、パンツ、パンツ紹介なんですけど、まあ、ぼっち大学生のパンツ事情ってあんまり知らないと思うんですよね。いやそれちょっとね、今回紹介していくんですけど、もう僕、恥ずかしながら、あの、今までの人生の中でパンツをあの自分で一度も買ったことがないんですよね。あの、大体親が買って、 てくるとかあと姉からプレゼントしてもらうっていうのが多いんであの今まで全く買ったことないんですよねで今ここに一応7個7種類あるんですけど、まあ、この他にもあの部屋汚いんですけど押し入れの中にもしかしたらあと5個ぐらいはあるかもしれないんですけど一応ねあの主要メンバーはこういう感じの7個になりますねはいで、まあ、よく使うのが、まあ、こういうタイプのやつなんですけど、まあ、なんていうのトランクス系っていうのかなうんなんか そのまあ締め付け感がないんですよね、こっちだと。で、結構爽快感があって、すごいゆったりしてて、履き心地はいいって感じですね。で、こっちはえっとねあのトラ,ントランクスじゃなくて、あの間違えたボ,あのボクサータイプですね。あのこっちは結構すごい締め付け感があって、あのまあ、ム,ラムレムレしてくるって感じですね。で、なんかその、まあ、締め付け感があるから、まあ、気持ち悪い 感じる人もまあいると思うんですけどまあ捉え方によっちゃまあ、気持ちいいのかなっていう感じもしますねでまあ使い分けてあ、まあのまこの日はこれみたいな感じで使い分けていくことがまあ、大事かなっていうふうに思いますね、はい、じゃあちょっとこの他にもちょっと詳しくね説明していきたいなっていうふうに思いますであ大体ちょっとじゃあ仕分けしていきますねあのー、これとかこれとかあとこれとかあとこれなんですけどこの辺ねこれまあ ガラ見えるかなドナルドドナルドかなで、これがあの、モンスターズインクのサリーとマイク。で、これが、えっと、リトル、リトルグリーメンみたいなやつですね。で、これ、えっと、アラジンのジーニーか。で、これ全部、あのー、姉にもらったやつなんですけど、 あのよく姉がまあ年一ぐらいのペースでディズニー行ってるんでその度に俺がその何もねあのこれ買ってきてとか言わないんですけど全く言わないんですよ別になのにあの買ってくるっていう感じででなんか姉がディズニー行った時は大体これが俺の部屋に届いてくるって感じっすねうんで間違えましたちょっとあとこれもなんですけどこれもそうっすねちなみにこれが トトイスーーリーのやつですねこれも姉が買ってきたやつなんですけどこれはあのあんま使いな3回ぐらいしか履いてないかもしれないですねなんかこれもボクサーボクサータイプなんですけどやっぱ締め付け感がすごくてあの普段は履かなくて、まあ、い,ずいつか履くいつかというか、まあ、ここぞという時に、まあ、履きたいなっていうふうに思いますねで、まあ、次にこの辺かなこれは普通に母親 が買ってきたやつなんすけど多分そのまあた多分ですけど多分島村とかですね普通に、うん、だから本当にこだわりなくてパンツにはパンまあ服もあんまりこだわりないんですけど服以上にパンツにはこだわりないんですよねだからまあなんか履ければ何でもいいじゃんっていう感じなんでうんでまあトランクスとボクサーって感じですね